おはようございます。3月9日の相場解説になります。今日はですね、朝5時になりましたけども、テクニカルがだいぶ型にはまってきたんじゃないかなと思いますんで、今日もですね、レンジオプションの話からしていこうかと思います。その後アウトブレイクですね。こちらをどうぞ。これが日足なんですけども、レンジオプションは今ここで成り立っていると思いますね。こういう風なレンジです。価格にして115円の590あたりですよ、がアッパーとして、上辺として、それから下辺ですね、下底がですね、114円の890あたりですね、このあたりを囲むように箱ができていると思いますので、今ね、ちょうどあれでしょ、セルに向かうところのポイントに立ってますよね。だからちょっと4時間見てみますね。はい、で4時間見ると箱がこういう風にできてると思うんですよ。ちょっと箱確定しましょうか。114円の550から115円の785です。ちょっとここでレンジ引いときますね。レンジオプションで115円の785ですね。ちょっと字がでかいな、ちっちゃくします。はい、から114円の550です。これでいいんじゃないですか、レンジは。こういう風に見て取れると思います。じゃあこのレンジで見ていくときに、今ね、売りの方に進めるためにここですよね、売りのフェーズで、ここが買いのフェーズですね。ですので今日中にもうすでに、この後からでもいいんですけども、もう売りに入っちゃいましょう。これ売りにね、こっちに向かうと思いますから。で、売りに入るんだけども、ロスカットはここら辺で引いていて、あともう値段は自分で決めてください、もう。すいません。で、ロスカットラインはそのままロスカットなんですけども、ロスカットを受けるってこと、こっちに伸びたと思いますんで、ロスカットを受けた直後にもうすでにバイで入ってくださいね。そうすると、アウトブレイクを狙うことができるんですよ。で、反転もしないし、アウトブレイクもしなければ運が悪かったと思って諦めるしかないです。ただし、最初のこの2分の1の確率で、下に行くフェーズが裏切られて、もう一つの確率、2分の1の確率でアウトブレイクしないってことですから、都合ね、2分の1かける2分の1 4分の1の確率で今回はロスになります。でも4分の3の確率で勝利を収めるっていう確率になりますよね。なかなか分のいい勝負でしょ。25対75で、まあ4分の3の 75% の確率で勝てる勝負に今日は向かうってことですから、いいでしょう。結構リスクリワードは十分3対1以上でしょ。勝ち目十分あるじゃないですか。今日はだから早速セルで入って、あれセルで入ってね、もうセルですよ。でその後ロスカットを食らうなら、今度はバイに転換してアウトブレイク狙いです。レンジオプションの後アウトブレイク狙い、よろしいですかね。じゃあちょっとここは浮気保存して1時間見てみましょう。1時間はまあ軽く見ておきますよね。だからここの力点を超えるから、超えるか超えないかですから、反転する、もしくはアウトブレイクするのいずれかで今日は決めていきますよってことですからね。よろしいですか。いや今日はね、 FX の基本が入っていたようなね、そんなテクニカルになりました。ファンダメンタルズがずっと積み重なっていったんですけども、テクニカルが今日は使えると、まあ昨日もそうですけどもね、今日は実弾込めていきますよ。しっかりと利益を出していきましょう。今までね、我慢した2週間がありましたんでね、3週間余りですかね、3週間弱我慢しましたね。ただファンダメンタルが効きそうな世界情勢ではありますので、ファンダメンタルが入ってきた場合は改めてね、全ての資金を引き上げてロスを最小限に収めて、で利益が出そうでも引き上げた方がいいです。今回はファンダメンタルズによってもたらされた結果っていうのは次に行きませんからね、あくまでも私たちはテクニカルで勝ち、テクニカルで負けていきましょう。以上です。